はい、どうもこんにちは、銀です。それでは今回もアークサバイバルエボルブドやっていきます。さて、前回プテラノドンテイム中だったのが無事テイムすることができ仲間になっております。ですが、まあちょっと今回は置いてね、この名前なんて読むんだっけ、ディロフォサウルスと一緒にちょっと出かけていきたいなと思います。向こう側にですね、ちょっと行ってみようかなと。あとですね、あのマーカー、出るか出るか、はいはいはい、出るか、出るっけ。そのマンタだったかなが、ちょっとね、こうテイムしようと思ったんですけど、まさかのアンコのなんかものが必要らしいので、ちょっと今回は断念してね。ちょっとゲーム用の食料はアイテムスロットの減らしに、めっちゃ集まってきた。ごめんごめんごめん、なんか間違ってた。ゲーム用のアイテムとは魚肉かな。できないかな。こちらから取っておくか。やばいやばいやばい、セーフ。魚よ待て、シラカンス。あ、どこ行った、どっか行ったか。あいつをね、テイムしたいんだよね。水の中動きたい。魚肉かな、やっぱり。じゃあ近く行ってみよう。やばいな。あ、やばい。やばいぞ、こいつ。あ、違った。行くでしょう。メガピラニアかな。よし、魚肉ゲット。ここにも魚肉。危ない危ない危ない。ああ危ない危ない。ああ体力が危なかった。食料もないなあ。まあ、前回ユタラプトルにやられたわけですが、今回はいないな。さて、さっきのやつだ。どこ行った？ユニクゲット。結構簡単にシラカンサー倒せるんだな。セーブできないな、こういう下からかな。とりあえず反対側に来ましたね。あ、道路。ごめんな。よし、さてさて、なんか新しい恐竜いないかな。ちょっとここあたり入ってみようかな。でも雨だからなぁ、いつもはいる恐竜がいなかったりするんだけど、ちょっとこっち行ってみましょう。あ、でも目新しいのは特にいないなぁ。おお、やばい、いた、抜いた、気持ち悪い。これ何が手に入る？キッチン。あらさっき倒したのはどこ行った？スタミナ低下中か。虫がいるのか。肉食、ユタラプトルとか肉食恐竜が欲しいな。ユタラプトルは確か群れる恐竜じゃなかったかな。
あんまり行き過ぎたら分かんなくなる。こっち一旦行って。ここから来たね。OKOK。とりあえずもう一回水の中潜って。あいつ。ああ、逃げたか。特になんか距離もいないんで、ちょっと向こう側に行ってみますか。ぐるっと回る感じで、こっちに。なんか目印になるもんとか置いとった方がいいのかな。あ、あれは、あー、これいっぱい。あいつ装飾か、攻撃してこないな。待て待て、早い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 な。あー、スタミナ低下した。こいつ装飾かな。あいつも疲れてない。あ、ごめん、仲間か。どこ行った？水入ったか。一旦離れて。お腹空いてんだろうな。いや、お腹空いてないな。あ、スタミナ回復した。あと2体ぐらいは肉食欲しいかな。なんかあった時に助けてもらえるし。あいつは装飾か。一応でも、ほら作れない。繊維か、繊維が必要。よし、あいつ捕まえようか。レベルでも20か。もうちょいレベル高いのがいいな、どうせなら。さあ、一応こっちまで戻ってきた。ここメガピラニア。違うな。シャケだ、シャケシャケシャケエリア。そうそうそう。あ、いや、いるいるいる。あぶれあぶれあぶれ。出てけって言われた。あー、プテラノド倒せるかな。いや、いや、どうぞ。こっちもいい。やっぱこの海岸エリアから一回上に上がってみようかな。肉食恐竜を探しに。こっちにいるかな。あー、でもプチヤマンド。あ、いるじゃん、いるじゃん。危ねっ。待て待て。よし、 OK。 よし、テイムしよう。はい、さあ他も探すぞ。
こら辺で探したいな。あ、ここら辺は洞窟とかあったりしないかな。なさそうか。でさっきの倒したやつどこだ。はい、大丈夫。進み具合は、あー進んでるね。ちょっとここで停止、ちょっと待ってて。さあ他も探しに行こうか。あと目標的には同じやつでいいから2体は欲しい。うん、あーでもいないな。外側にもいないな。まだテイムはされてないか。あ、でもあとちょっと。あ、いた。こいつ。やべ、あー、うわ。決定。武器落とした。あいつはどこ行ったか。来た来た来た。オッケー。じゃあ、行くよ。できてるかな。2台とも来てるね。レベル70と94か。なかなか強いんじゃないかな。よし、よし。いいね。いや、あと2体欲しいな。あんまり強いと本当に分かんなくなるから。食べろな。ここら辺で一回拠点作ってもいいかもしれんな。どうしようか。虫がいっぱいいるな。これメガネウラ。あ、やばい。なんだこいつ。ヘビヘビヘビ。やばいやばいやばい。だいぶやばい。やばいやばい。まだこれ死ねない死ねない。やばいやばいやばい。大丈夫かお前ら。ああやばい、あやばいやばいやばい。気絶した。あ、とりあえずメガネ裏を倒してくれた、ありがたい。いややばいな。復活できる。うわー、毒状態はやばいな。あの蛇来るかな、こっち。いやー、これ怖い。うん、あーあー、とりあえずこのメガネ裏がやばい。メガネウラ倒してくれません。どうぞ。どちらでいいじゃん。ありがとう。ありがとう。あーやばい。ああ。水分もねえんだ。ちょっと一回戻るか。あ、今ちゃんと倒してくれてるんだ。インベントショップになっ。いやーやばかった。よし、ちょっととりあえず水水。
近くに水ないのはやばいかもな。こっちで合ってるよな。いや合ってなさそうだぞ。こんなやつ初めて見たぞ。いやこっちじゃないな。どこだ。脱水者なしま。あ、じゃあ休憩して。よし行くぞ。空腹はないけど本当水分がやばいな。あー減ってってる。スタミナの回復も遅いか。どこだったっけな。皮袋作ろうかな。水を入れれるやつ。やばいね。汗汗。ここじゃない？ああ来た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 。とりあえず、おい。よし水分補給。オッケー。スタミナをどっかで回復しよう。ちょっと一回上に上がって皮袋。よし、とりあえず OK。 さて帰り道が分からなくなってきてるぞ。あれもあっちか。 OKOK。 あの大蛇は仲間になってくれるのだろうか。じゃあもう一回ちょっと奥進んでみましょう。まあちょっと夜になったら危ないし、ここ拠点作ってしようかな。いないな全然恐竜が。スタミナ低下。あのでかいのは攻撃したらやばそうだけど。ディロコサウルス1匹ついてきてないよ。え、死んだの？ディロコサウルス。嘘だろ？ディロコサウルス？マジで？あの水から抜け出せないとかそういうやつじゃないかな。ちょっと探し行きます。え、嘘。マジで？それは辛いよ。さっき入ったのはここら辺だったような気がするんだけど。いや、こんな断崖絶壁じゃなかったな。あ、もうちょい向こうの方か。おお。あら、一匹も来てない。あら、どこ行った。どっかで本当にやられたのかな。確認してみます。
いや、死んだ記憶はないけどな。あ、いるいるいる。いや、見えた。どこどこ。あ、いた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 。いや、もう一体の子どこ行った。あー、ごめんね。で、もう一体がね、どっか行ったから、一緒に探しに行こう。来てないよな。なんかいる？大丈夫か？おっと、もう一体どこ行った？ここから落ちたか？お前か。え、落ちたかな？いやでも落ちてなさそうだけどな。感じはしないんだが、あれ消えちゃったか。いやマジか、残念。いや、あいつは、いや、あれは仲間じゃない。やった、当たり。あ、殺しちゃった。こいつの命令変えとかないと。はい、食べた。はい、お、あれ、これが連れてきてたやつ。あ、違うか、拾ってくれてたんだね。いや、そんなことより一緒に冒険してきたあいつがいない。落ちたかな。家に帰ってきてくれないかな。もう一回呼んでみよう。お前だけだもんな。いやー、マジか。しょうがないよな、でも。さあ、じゃあ気を取り直して、もう一体同じやつをもう仲間にするしかないな。けどいないな。いやー、今日何もできてない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。とりあえず探そう、やっぱり探そう。じゃあ、あっちがちょっと降りてみようかな、もう。上探してもいないから。落ちて上がれない可能性あるし。落ちます。よし。ここら辺から落ちましょう。でもここら辺で落ちたんだもんな。で、ここら辺ちょっと探してみよう。よーし、行きましょう。ダイブ。いるかな。ここら辺にはいないか。向こう側を探してみよう。あ、やばい、ここメガピラニア地帯か。死んじゃう、死んじゃう。
危ない危ない危ない。おっと間違えた。おっとっとっと。とりあえず。あ、そこにいるのは違うか。ないか。いないね。いや、いないね。ダメか。もう消えてしまったか。わかりました。じゃあ最後にでも二中距離一回仲間にして帰りましょう。ここら辺でユタラプトル出ないかな。これが一番のとこか。いないかな。拠点に戻りがてら探すか。あいついるな。帰ってきた。帰ってきた。よかった。じゃあもう一緒に帰ろう。足が遅いのかな。ちょっと後で足の速さ上げてあげるわ。めっちゃ距離いないかな。いや、よかったよかった。帰ってきて。どっから来たんだろう。さまよってたんだろうね。よかったよかった。もう夕方で暗くなるし、来てるちゃんと。よし、来てる来てる。さあ家に着きます。ちょうどいい時間。あ、距離合わなかったな。一応今回はですね、まあ、森の方行ったんですが、特に何の成果もなく終わったんですが、まあ、次回はもう一回、まあ、その森、ジャングルに行ってみて、まあね、なんかいないかなって探してみたいですね。まあ、今の目標はユタラプトルを仲間にしたいと思ってるんですよ。なんで、まあ、それに対抗できるように頑張っていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでとさせていただきます。よかったら次回の動画を見てください。最後までご視聴ありがとうございました。